ひのちゃん、つぶちゃん、見て、このお菓子買ってきたよ。わーい、ありがとう。ゆなの、つーちゃんの、ゆなの、つーちゃんの、ゆなの、つーちゃんの。もう、まったく喧嘩ばっかり。毎日喧嘩、喧嘩、喧嘩。あ、そうだ、確か。はいはい、電話ね。こんにちは、こちら何でも相談室です。うちの子たち喧嘩ばっかりなんです。あら、それは困りましたね。任せて、お願いします。オッケー、これでよしと。うん、そうね、こうしよう。あれ、もしもし、今からそっちにパズルを送るわね。え？あ、それを10分以内にできたら妹ちゃんを元に戻してあげるわ。わかった、頑張ってみる。じゃあ頑張ってね。つぶちゃん頑張るから待っててね。うんうん。それじゃあ、よーい、スタート。ピピー。ピー。いいよ。この砂が全部落ちきったら10分経ったってことだからね。あ、つむちゃんも赤ちゃんから元に戻すために。つむちゃん、犬ちゃんか。犬ちゃん頑張れ。ちなみにゆのちゃんが今やってるのが32ピース、これが24ピース、これが18ピースを最後の1個をはめました。次は24ピースのに挑戦です。頑張れ。これ、ここだ。あ、2個できた。これ何？うぅ、入らない。入らない。入らない。あれ、入らないね。したら、入る？入らない。入らない。24ピース、最後はめました。よし、最後18ピースだ。おぉ。ひのちゃん、一番少ないパズルを最後に持ってきました。意味はない、適当にいるんだろう。あ、作戦ではないのね。おどうしたどうしたどうした、はまらない。できた。はい、じゃん、砂時計結構残っています。ちなみにゆのちゃんが今回3つのパズルをするのにかかった時間は、じゃじゃん、6分38秒です。あれ、ゆのちゃんにはちょっと簡単すぎたかな。ゆのちゃん元に戻って。仕方ない。えい、やったー、すーちゃんよかったねえね、頑張ってくれてありがとう。じゃあお菓子一緒に食べよう。うん、じゃあ今日はマーメイドミックス食べてみるよ。どうぞ。おいしい？めっちゃおいしい。おいしい？みんなも兄弟とは仲良くするのよ。チャンネル登録